こんにちは、速稼塾の久保です。金融庁によるバイナンスへの警告2度目が発せられたと同時にですね、イギリスをはじめとする他の国でも徐々にバイナンスに対する利用制限が始まったみたいですね。業務停止までありますからね。これも対中包囲網の一環なのかなと思ってしまうんですけども、それとも既得権益から私たち一般国民が成り上がることを抑制するためのものなんでしょうかね。そういった心配をよそに、今日ねニュースが来ました。ポルカドットなんですけども、これ密かな人気ですよね。ビットフライヤーで取り扱いが可能になるそうです。でキャンペーンが始まってるんですよね。ポルカドット取り扱い開始記念ということで、最大で5万円分プレゼントですね。ポルカドットの取り扱いを記念し、本日6月29日火曜日からポルカドット取り扱い記念15名様に最大5万円が当たるキャンペーンということで、ちょっと15名に5万円ってあまりにもちょっとしょぼくないですか。これを機会にね、また日本での暗号通貨の取引が盛んになるといいですよね。ただ解せないのは手数料の高さです。日本の取引所は手数料がバカ高くって、そしてそれを運営するこういったビットフライをはじめとするね、暗号通貨仮想通貨取引所販売所からの税収っていうのがね、かなり見込まれてるんだろうなと思いますよね。いい加減ね、国債発行と税収、これは同じものではないってことを、私たちも認識しなければなりませんね。今回も金融庁の姑息なやり方に私たちは翻弄されるばかりですけども、いつになったら住みやすい世の中が来るんでしょうね。暗号通貨という最も私たちが億万長者になりやすい方法が手に入ったと思ったら、規制で結局振り出しに戻るですよ。相当細かくやらないけんですね。ポルカドット、これによって取引量が増えると思いますし、期待してもいいのかなと思います。で現在のね、暗号通貨市場全体の価格なんですけども、ビットコインの方からちょっと見てみましょうか。今ちょっとアクセスが混んでるみたいですけども、久しぶりに400万円を超えたのがビットコインです。そしてイーサリアムも急速に値を戻して、今250万近くまで来てますよね。でカルダナエダは順調にペースを堅守しながら154円と。でポルカドットなんですけども、結構ね上位のコインだったんですよ。今ナンバー9で、急速にこれも値段を戻してね、1836円、まもなく2000円を突破すると思います。多分このキャンペーンを機会に2500円なり3000円なりを目指していくんではないかなと思いますけどもね、どうなんでしょうかね。7月にはハードフォーク、その他イーサリアムの手数料の減額ってのが期待されますので、7月は結構ね上昇していくんじゃないでしょうか。それは半分私の期待、半分事実をもとにお伝えするところなんですけども、6月苦しかったですね。5月に入ってイーロン・マスクさんがドーンと暗号通貨全体を盛り上げたと思えば、6月は寒い時期になりました。7月はまた暑くなるんじゃないでしょうか。そして8月の本当のね、高騰時期に備えたいと思います。それでは失礼します。